二郎マーチと三郎総計どちらがいいと思いますか？二郎マーチ。またマーチ上位から地方公務員はもったいないでしょうか？まあ、二郎マーチで受かってもいない人だと思うんですけど、要は、マーチを蹴った後、三郎目に総計入れるっていう確証がないんですよ。なので、マーチ蹴った後に総計すら入れないっていうパターンもあるので、とりあえずマーチ入っておいた方がいいと思いますよ。